はい、えー、即果塾のコブでございます。えー、今回はですね、勝ち逃げ親父の哲学というものをね、開き直ってお送りしようかと思います。えー、まず私はですね、大学生の時に趣味で麻雀をやっておりました。えー、そしてサラリーマンになって、えー、相当ですね、20年ぶりぐらいにまた麻雀をね、少ししたんですよ。で、それが、災い転じてではないですけどもね、麻雀店の経営にも繋がって、それを2015年、 閉店したわけなんでマージャンの中にね、必勝の法則っていうのを私は見つけたんですよ。それはですね、負けてるうちにやめないこと、勝ったらやめること、ね、シンプルですよね。かこれやると勝つんですよ、うん。当たり前ですよね。負けてるうちはやめないわけですから。で、勝った瞬間にやめるんですよ。これがね、勝ち逃げ親父の鉄則です。で、これが私、FX にも生きてきてですね、うん、まあ、利覚っていうものがあります。利益が出たうちに利益を確定させて、やったー、儲かったーでね。 脱出するってことなんですけどもこの利確ができない人っていうのはやっぱりね負けちゃうんですよで負けてるうちにやめちゃうんですよ負けたうちに撤退これをねあのー、損切りっていう言い方もありますけども損切りすべきではない局面で 損失を確定させて脱出するとこれは負け越すんですよね、まあ、こういう法則もあるなと思いますえそしてこれがね私ビジネスにも来てたんですけども例えばねネットビジネス系のセミナーっていうのを3年ぐらいやってましたけどもこれずっとねあの動員してたんですよものすごくね最終的に20人から30人っていうペースで動員したのは変わんなかったんですよでこの動員ペースが落ちないうちに私はセミナービジネスから手を引きました えー、そしてですね、次はアフィリエイトです。アフィリエイトっていうのは、まああの、広告収入なんですけども、この広告収入も私2017年にやめました。絶頂期でやめました。すべてのというかね、ほとんどの ASP でブラックランクというかね、最上級ランクをいただいて、で、月収的には、 毎月200万から300万の間で18ヶ月連続でその収入を頂い,いてたわけなんですねアフィリエートからその絶頂期に辞めたわけなんですよそうなんですよこれね加工船になって辞めたんでは価値が落ちるんですよねやっぱり引き止められてるうちとかねあの騒がれてるうちが花かなと思いまして、まあ、その時にまあ辞めたということなんですねで辞めて何をしたかっていうとあの投資の世界に入っていったわけなんですよで投資の世界で、まあ、今ねまだ修行中でございますけども投資もですね 投資はちょっと違って投資っていうのは1回回るるよようにななとその力が落ちないんですよねうんだから FX なんてのもずっと同じ理論理屈法則で動いてますしこれからもそうでしょうそうなると、うん、やっぱり考えることってあんんまり変わんないんですよね、うん、ビジネスっていうのは流行りがありますんでやっぱり絶頂期にやめていかないと必ず衰退はするんですけども投資に関しましては基本的にポジションっていうのを持ってれば持ってるほどずっとプラスになるんですよね。 うん、これは人口が増えていく限り需要が存在するからなんですよ拡大するからなんですよ。でそう考えていくと、まあ、土地でも不動産でもねそれから証券でも債券でもそうなんですけども長期で持てる人の価値っていうのはありますね。だからこう リーマンショックみたいにダーンと落ちる時あるんですよ。でも、リーマンショックで落ちたからといって、また上がって今、リーマンショック以上の、今、推移をしてるわけなんですよ。そうなると、やっぱりね、負けてる間にやめないと。勝ってる間にやめると。これを繰り返していくことによって、勝ちにごやじが完成するんじゃないかなと思いますんで、勝ちにごやじの、ね、方法を皆さんにもお勧めします。まあね、間違っても、うん、負け、負け越しおやにはなんない方がいいなと思いますよね。それはね、賞賛ではないです。単なる、ね、髭といいますかね。 えー、罵倒ですねねそれはは、ね、負け越し親父はだから声をかけられるものとして名誉なのは勝ち逃げ親父なんではないかなと思いますけどね皆さんいかがお感じでしょうかそれでは失礼します。